皆さんのお悩みを A&魂で一発解決。ザコシの元気が出る A&相談室。続いては毎回悩めるゲストをお招きして、ザコシキャプテンが多分元気にしてくれるであろうという見切り発車のコーナーとなっております。まだ見切り発車のコーナー、はい、やる前からなんだそれ。非常にそうです、お試し企画ですね。お試し企画お願いします、ザコシさん。お願いします。はい、さあ今回記念すべき第1回目のお悩み相談者はこちらです。お願いします。お、よろしくお願いします。かっこええやん。かっこええよ。お名前は？お名前は本橋大和です。本橋大和さん、大和さん、はい、なんで今元気ないんですか？今自分は大学生で就活の時期なんですけど、今自分がやりたいことがアイドル活動なんですけど。アイドル？はい。でも実際芸能界に入ってうまくやっていけるかが不安で、どうしたらいいかっていう悩みです。ああ。これを本当に悩んでるって僕俺に聞こうな、お悩み相談で来たってことですね。はい。うん。いや、いけんちゃう？ちょっと、無責任が過ぎますよ。いや、いけると思うよ。うん。ええやん、ええやん。うん。じゃあ、アンサーとしては、ええやんという。ええやん。もういけるわ。うん。全然、なんかどこの志望とかあるの？ジャニーズ？いや、ジャニーズは…じゃなくて大丈夫。じゃなくていいの？はい。なおさらいけるやん、じゃあもう全然。もう合格、あっぱれ、うん、あっぱれ、うるさい。具体的にどんなやつをやりたいとかあるの？どんなアイドルですか？うん。歌って踊れるとか。歌が良ければ。歌が良ければいい。もう全然なんていうの、歌って踊れるのがもうね、なんか一番のマックスとしたら、歌うだけでいいんやったらもう全然余裕よ。もう余裕余裕の大余裕よ。大余裕。芸人でも歌えるやつがいるからな。まあ芸人そうですよね、ディスコさんとかね。星のディスコ、はい、星のディスコなんてお前、なんか芸人なのに歌ばっか歌いやがって、何がやりてんだか分かんねえからな。まあディスコさんはね、もう多業種で M に出たいなって言ってたのよ、ツイッターで。で、M1 かと思うじゃない。そしたら M ステン出たいっつってたの。芸人のくせに、どういうことやねん、あいつ。終わっちゃいましたよ、ディスコさんは。だそんなやつもいるから、そんなやつでもなれるんだから、絶対なれるよ。うん。シンガーソングライターみたいな感じでやりたいわけ？いや、グループでやりたい。あ、グループ？はい。あ、グループでは募りゃいいじゃん、もう、シュシュッと。うん、番組で応募するよ、うん、番組で応募する、うん、番組でもいいんじコーナー作ってくれるんですか、彼のために。コーナー作ればいいじゃん、もう、うんうん、やるだろ、はい、ほら番組じゃん。じゃあ、番組応募します、私と組んでください。ゆかりほらだろ、ほれ、はい、僕と一緒にアイドルやってください。もっともっとこうやって僕とアイドルやってください。やれ、ほら出るわけないでしょ。僕とアイドルやりましょう。さっきのやつやってくれよ。僕とアイドルやってください。これお願いします。これこうですか？こう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 お願いします。はい、僕とアイドルやりましょう。いやこれは来るわ、明るいアイドルだから。腹やめた感じしますもんね。なあ、うん、元気出ました？はい。なでも本当だから今のアイドルなんて本当なんかこう明るい感じだからさ、はい、うん、もうちょっとバラエティーできるアイドルみたいな感じの方が絶対いいと思うで、はい、だそういうので売っていった方がかっけえんだからさ。うん、でも登場するのに何なりもうずっと変な動き、あーとかね、これからずっとそれで行った方がいい。じゃあもう解決しましたね。はい。だから番組でさ、意外とアドバイスが的を外れてないかも。そして、はい、キャプテン、実は今日もう一人いるんですけども、よろしいでしょうか、相談をしたいという方が。大丈夫だ。大丈夫だ。もう何でもありだ。何でもあり。好きだから。はい、続いて好きだから、いや、好きだから、あなたが好きだから、好きだから、懐かしいな。ちょっと自由に喋りすぎです、ね、
はい、続いてのお悩み相談者は、ゲスト MC であるラバーガールさんです。あ、我々、はい、あ、じゃあお願いします。はい、何があるんですか、その悩みとか。いや、ちょっと悩んでるんですけど、あの先月、子供が生まれたんですよ。おぉ、おめでたい。で、まあ、ちょっと子育て悩んで、怖い話のテンションおむつを、おむつがちょっとだけ濡れただけでも全く寝ないんですよ。あ、結構子供によってはもう全然関係なくずっと寝てるみたいな子供もいるらしいんですけど、結構敏感でその辺、夜中とかも寝てくれなくてちょっと悩んでるんですけど、どうしたらいいですかね。ザコイさんが、いや俺待って子供いるからさ、ね、そうですね、いやでも帰りゃええやん。そうなんですけど、そしたら夏代もね結構バカにならないじゃないですか。いや稼いがいいじゃんお前、ラバガで、そうですけど、なかなかそんな仕事もなかったりするじゃないですか。やるだろうお前こんなって、結構、ね、一世風靡したじゃねえかお前ラバガ、ラバガ、あのラバガみたいな感じのさ、あのネタエンタの子に出てただろ。あ、エンタの歌手だ。ええやん、ええやん、続いてはこいつらだーてってれー出てきたろ。そうそうおそんな感じでな、ね、おやってただろ、っていうかこういう感じだな、結局は。エヴァに乗れ、おむつを変えずにエヴァに乗れ。いやいや、おむつ変えた方がいい。ラバーガールも頑張っておむつを変えずにエヴァに乗れ。変えてないじゃん。ええやん、ええやん。怒り言動です。エヴァに乗れ。エヴァに乗れが見たい。エヴァに乗れ。おむつ変えずにエヴァに乗たい。なるほど、これお前向こう見えると思うなよ。真っ暗なんだから。お真っ暗なんだよ。何も見えない。そうなんだよ。でも本当に変えた方がいいって。本当に。本当のこと言うと、こまで変えた方がいい。だって気持ち悪いんだもんだって。自分で思ってみろ。お前罰ゲームでびちゃびちゃになったらすぐ嫌な顔するだろ。お前どうせ。変えます。変えるだろ。だから子供もそう思ってんだから。すぐ。つか元気出ましたか。出ました。ここで番組を見てくださった視聴者の皆さんにプレゼントのお知らせです。元気ジャパンのメンバーが頑張った分だけプレゼントの数をゲットできるシステムとなっております。今回のプレゼントこちらです。豆ラボフェリチン鉄でございます。なんで鉄が、はい、貯蔵吸収の新しい仕組みを持つフェリチン鉄を配合した豆ラボフェリチン鉄。味噌由来植物性乳酸菌や大豆イソフラボンも配合されている栄養機能食品。お疲れ気味な人に元気のお裾分けです。ということで、いくつプレゼントするか元気ストラックアウトで決定したいと思います。あ、野球とかで決定するんじゃないんだ。いや、試合はやらないです。今からやるもん、ね、長いんでね。長いんで球をですね、3球投げていただいて、5点以上だと5名様、10点以上だと10名様、15点以上だと15名様。おー、3球。はい、ね、これプレッシャーでございますけども、誰がやりましょうかね。確かにこのなんか、はい、点数の配置を、はい、いや、これ一般的な。でも15点以上だと、なんで 9点が真ん中でな。はははは、真ん中あったら OK なんだろ。まあまあ、普通の野球だとだろ、ね、ごちゃごちゃ言わないでください。ごちゃごちゃ、ごちゃごちゃ、はい、ごちゃごちゃ言わないでください。ごちゃごちゃ言わないでください。さあ、誰がやりましょうか。ね、お一人、まあ3人でもいいですけどね。ね、じゃあティーモからお一人。じゃあみゆきちゃんとね、最後師匠一人一つ投げてにしましょうか。さあみまちゃん参りましょう。準備はいいですか。はい、これどこでもいいんですか。ね、点数が高い方がいいから。ルール把握しなかった。そうそう、1とかだとちょっと困っちゃう。さあ行きましょう。レディー。元気ストラックアウト。おお、さあこれは7か2枚抜きみたいな感じがしますが、77 7点。すごい、素晴らしい。さあということで5名以上は確定いたしました。今でもちょっと近すぎたな。もうちょっとこっちから、ね、こっちからもうちょっと離れたとか。もう離れてね。もうなんで厳しいんですか。別にいいでしょ、ね、近くで。難しくなりましたけども。うわこれ、はい、さあ行きましょう。元気ストラックアウト。
おすごい、すごい、もうもう OK、 だから3人決定です。15名だよ。3人決定って何？3人決定どこに書いてある3人決定ガチの間違いやめてください。3番目にやったから3人決定にしたの。急にさ仕切り出して失敗するのやめて。じゃあもう15名決定ということでいいですか？もう投げなくていいですね師匠。いいよ、一回投げさせて。わかりました、うん、3時で俺分かんないんですよ。なる気ないじゃん。サンチェ、はい、というわけでプレゼントの数は15名ということですね。はい、皆さんどんどん応募してください。